島県と茨城県に出ています。水戸市内の今の様子、テレビの画面では通過していますが、先ほど左右にカメラが揺れる様子を確認できました。今は収まっているように見えます。緊急地震速報が福島県と茨城県に出ています。揺れに警戒してください。そして画面が変わりました。緊急地震速報が福島県と茨城県に出ています。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報が福島県と茨城県に出ています。皆さん、倒れてくるもの、落ちてくるものから身を守って、怪我をしないようにしてください。気象庁から情報が入り次第、地震の情報をお伝えします。引き続き、緊急地震速報が福島県と茨城県に出ています。そして地震の情報が入ってきました。午前4時34分の東北地方で強い地震がありました。テレビの画面は地震が発生した時の様子です。念のため、揺れが強かった地域では津波に注意してください。念のため、海岸付近の方、津波に注意してください。詳しいデータが入ってきました。午前7時36分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。